ジュリア・マロックは、前州理事第29代当主、理休の事実上の妻。青年には、諸説あり、日本語表記に、ジュリア・ミュー・ロックあり、1928年、アメリカ・ペンシルベニア州にある、ウクライナ系移民の家庭に生まれる。美術学校で、インテリアデザインを学び、ニューヨークのマンハッタンにある、ン民イの会社に、勤めているときに、 MIT の建築学科を卒業して、同じ事務所で働く、年下のリキューと出会い、交際を開始、1958年5月に、婚約、10月25日に、ニューヨークのセントジョージ・ウクレーニアン・カソリック教会で、式を挙げた。リオ家の戸籍に登録はないが、交代子費、ジュリアリーの称号を与えられ、生涯その名を使用した。結婚後、 夫の不認知だった範囲に移住したが、1963年に夫の両親と共に韓国に移り住み、ソウルの聖徳宮楽前祭に住みながら、シュート目であるリマンサコが経営する社会福祉法人、名誉明の福祉事業をサポートした。しかし、1979年に事業失敗によって日本へ立った夫との間が急激に悪化し、 後継ぎを生むことができなかったという理由で、親族の人間たちとの確執を深めたこともあり、1982年に離婚した。離婚して以降はソウルのプラザホテルで、ケルト工芸店を運営するなど障害者福祉事業に尽力していたが、1995年に再びハワイに移住した。2000年には韓国を再訪して1ヶ月滞在したが、 望んでいた元夫との再会は叶わなかった。2005年4月に自分の生涯を題材にした映画の作成のために韓国を再訪問した際に利休の訃報に接したが葬儀には招かれなかった。2017年にハワイの病院で幼女のジニリーに見取られ老衰で亡くなった。ありがとうございます。